でなんかわかんないけど、俺もう帰る時間なんだけど。いやまあ梶浦は決めないのか。いやいや梶浦も後輩だから別に俺15時半までしか駐車場取ってない。いやでも8時に伸ばしてもらったから変じゃん。変じゃん。駐車場をああ30分伸ばしてもらってるにもかかわらず、はい、帰るのおかしいんじゃないかってこと。はい、この後予定あるのに俺とんぼり19時半までしかって高速の時間聞いてないのにもかかわらずってこと。いや伸びちゃうなら麺がどっち麺だとしたらごめん喋ってて麺が伸びたんだとしたらごめん。それは西野そば好きなの知ってるから、うん、そう麺が伸びるのは西野はそういうの嫌いだからそれは長いつけるのは知ってるから麺こいつがそば食ってのはよく見てるし麺が伸びちゃったんだとしたら申し訳ないけど俺の時間が伸びた件に関しては怒ってる今そっちの伸びてるんだったら俺は怒ってる。カリカリしてるな。カリカリはしてる。だって仕事がないんだからなんでないの仕事。いやそれはもういろいろあったから